はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。楓さんちへようこそ。今回ね、台風19号で、タワーマンションがね、すごいことになっていたようです。なっているようです。武蔵小杉かな、その近辺のマンションで、地下にその発電所とかがあったのかな。うん、それとあと多分駐車場かなんかも完備してるんじゃないかなと思うんだけど、まあね、大変だよね、住人の人はね。今まで本当に、エスカレーター、エレベーターだっけ？エレベーターでさ、まあ10階、20階まで行けれたのに、今ね、もう階段で10階、20階行かなきゃいけないのってね。で、結構そういうさ、タワーマンションってさ、まあもちろん若い世代、30代、40代くらいの人も、いるだろうけど、まあ、次の住みかっていうか、まあ、ある程度、ちょっと、お金持ちの人が、まあ、出資しているタワーマンションっていうことで、本当に60代以上の人が、まあ、何割か住んでいるらしいんだけど、降りるのにも大変だし、登るのにも大変だし、しかも、ね、ゴミも出さなきゃいけないから、ね、ちょっと大変だよね。だからもう、結構ね、30代、40代なんか、まあ一生そこに住んで、住み続けるかどうかっていうのはわかんないけども、やはり憧れみたいのがあるじゃないですか。タワーマンションの、できれば、10階以上のところとかさ。私はそんなにないんだけど、眺めがいいよとかっていうのさ、モデルハウスとか、で、まあ、見せられちゃうと、どうしてもね、こういうところに住んでみたい。いいなっていうのはあって。だからね、まあ少々無理してでもローンを組んで、そう、入っちゃうっていうことが多いみたいですね。そういうタワーマンションに取材をね、していた人なんかが見ると、だからもう本当に30年、40年ぐらいのローンで、そう、まあ、40年、もう下手したら50年ぐらい、ね、自分が死ぬまで払わなきゃいけないっていうような、ね、あるじゃないですか、ローンが。で、まあ変な話さ、他のマンションに移れるかっていうと、移れないよね。そこの、まあ優雅さというか、その広さに慣れちゃってて、設備とかね、その、タワーマンションならではの、その、セキュリティだとか、その設備、上の方にジムがあるだったとか、まあ特別な、なんかあると思うんですよ。知らないけど。で、そういうのに、一回入っちゃうと、変な話、10階以下の、その低層というのかな、5階ぐらいの、
その団地だとかっていうのに入ってもなんか物足りないんだろうね。なんか自慢するわけじゃないけど、あそこのタワーマンションにいた時はこういうのがあった、ああいうのがあったとか、で設備はこんなんじゃなかったとかさ言い張るんだよ言い張るんだよって言い方もなんなんだけど、やっぱ比較し合ってる部分があるんじゃないかなと思うんだよね。その住んでいた人はね。で結局そのこういうさ、まあ地震だったりだとか台風だったりとかでもうタワーマンションには やりたくないっていうか移り住みたくないっていう人も多くなるんだけど、結局そのタワーマンションもどきみたいなさ10階ぐらいのまあ中ぐらいのマンションに入っちゃうこともあるじゃないかなとは思ってるんだけど、まあね、うちね5階建てのまあ団地なんで、まあ大体そうそうなんだろうけど、まあありがたいことにエレベーターがあって、うん、まあそれは楽にしてもらってるんですけど、まあせいぜい階段で行くのは5階ぐらいまでかな、ギリギリなんか思ってそう行くのはだいたい5階ぐらいが限度かもしれない。40代の私でさえ。これがもう本当にね、70代ぐらいの、80代ぐらいのその年寄りが5階まで階段で行けって言ったら、ねえ、意識不明になっちゃうよ。意識不明っていうかもう本当に嫌だっていうもんね。1回2回ぐらいまでだったらまあギリギリ OK って思うけども、3回ぐらいまでは、3回から上はちょっと断りしますみたいなさ、階段だったらね、エレベーターじゃない、エスカレーターエレベーターかがあればね、5階でも6階でも大丈夫ですよっていう風になるんだけどって感じだよね。で、やっぱね、うちの団地もまあばじいさんばあさんが多くて、やはり私もね、どうしても重たいものっていうか、まあお米を持ってきてもらったりだとか、あと2リットルのそのお水だったりお茶だったりを持ってきてもらうっていうことが多いので、エレベーターがあることがものすごくその宅配業者の人にとっては大変楽っちゃ楽なんだよね。うん、タワーマンションの人のところに行くにしても楽っちゃ楽なんだけどね、ねえって言われても困るか。うん、あ、そうそう、タワーマンションで思い出したんだけど、ヒカキンさんね、最近ちょっとねネットで出てたんだけど、その管理組合かなんかにね、そのなんだろう、ヒカキンさんが入っているマンション、タワーマンションの、その、共有部分かな、各階の共有部分か、その1階のところの掲示板か分かんないんだけど、ちょっと、共有部分での、その、SNS だったり YouTube の動画を撮るのはやめてくださいみたいな感じでさ、すごく話題になってて、と思ったんだけど、まあヒカキンのね動画をまあちょくちょく見たりとかしてて、
まあ、室内でやっているんで、まあ、あんまりね、その、そのマンションが特定されるようなことはしていないんですよ。基本的にはね。だけど、やはり間取りでなんとなく分かっちゃったりとか、そのヒカキンさん自体のその発言で、その周りの環境ですよね。マンションが、まあ、どういうところにあって、で、ヒカキンさんのその、セブンイレブンはどう、近くにあってとかって言ってるんで、結構絞られてくると思うんですよ。うん、で、ね、一応ね、まあ、不動産屋さんのサイトとかあるんで、そういうところで、まあ、検索したりだとか、まあ、ざっくりとその Yahoo だったりとか Google とかで、その東京23区の高層マンションで、眺めがいいところとかって検索しちゃうと、まあ、前にも言ったかもしれないけど、検索されやすいんだと思う。そういう検索の仕方だとね。だからね、まあ本当に分かってる人は分かってるんだけど、それを言わないだけであって、その、まあ、YouTube だったり SNS、Twitter なんかに、載せないだけで、まあね、良心的な人はそういうのにあげないだけの話なんだけど、やっぱストーカーとか、まあ、アンチですよね。そういう人が、まあ、血眼になって、その調べるたりするから、まあ、そういうのに被害が及ばないように、まあ警告というか注意っていう感じの張り紙なんだろうね。あと本当に、なんだろう、よくチラシとかでさ、不動産屋さんでこういうのが売れてますみたいなあるじゃないですか。間取り付きの、ああいうのを趣味としている人がやっぱいるみたいで、そのたまにね、引っ越しましたっつってルームツアーとか言って、ね、YouTuber の方なんかがやっているけど、大体そういうので、そういう間取りを作って、うん、でそういうので割り出しちゃう人もいるみたいなんだよね。で結構人気のある2万人以上の人気のある人たちとかで、やっぱ公表してるところはあるじゃないですか、住んでいるところ。まあざっくりとしたその公表の仕方なんだけど、まあヒカキンさんだったら東京23区内に住んでいますと。まあ、正規もそうですって。で、あと、はじめ社長なんかもどこどこに住んでいます。あと、グループ YouTuber なんかでも、まあ、一軒家ですけど、そう、だから一軒家で、やればいいじゃんって。まあ、その、なんだろう。ドタバタしてないけど、そういう、騒音はないけども、やはりイメージというか、ブランドに傷がつくから、ちょっと、退去まではいかないけど、注意してくれっていうような言い方だったんだよね。うん。で、うん。だからそういう
ことが懸念されるので、まあ、グループ YouTuber だったりとかが、まあ、その釣り岡みたいに、なんだろう、家を借りる、買うっていうのかな、まあ、空き家を借りるっていうような感じだと思うんだけど、うん、どうなんだろうね。ちょっとそれがね、気になるんだよね。ヒカキンさんも一応それに関しては何も言ってないけども、 あとあれかな、いろんなそのアマゾンのね、買う人じゃないですか、いろんなもの。それで、それをね、何個もこう買う人だから、ちょっと怪しんでる人が多いんじゃないかな、そういう住人の人でね。いつも何かしらそのアマゾンとか、まあ、別のところのその宅配がいつもあそこのお家に行ってるよねみたいな感じでさですっごい怪しまれるというね、まあ負の連鎖っていうのかなそういうのがあるみたいなんだけど、どうなんでしょうね。まあそういうのも含めて、まあヒカキンがいるかもっていう噂だけはあるけども、そう、確証はないけども、もしかしてっていうのがあるのかな。なんか話はちょっとね、それちゃいましたけど、あの本当に大変みたいですね。台風19号によってタワーマンションがちょっと価値が落ちるわけではないけども、弱いんだなっていう感じですね。あと地震なんかもね、本当に最上階あたりがね、あのこうグワングワンしてて、すごく揺れて気持ち悪くなってたなったよっていう人もいたみたいなんですよね。なので、まあこれを機にね、その低層階の方に移り住むのか、まあそれとも、まあ安易にこう高い買い物だからね、ああいうのって下手したらね、奥行っちゃうじゃないですか、その総額の家賃っていうかさ、そういうのが。だからそうさ引っ越しできないよね。負債を抱えてるようなもんなんだからさ、その1億近い負債を抱えたまま、次のローンもね、払わなきゃいけないっていうのも、まあ苦しいよね。って感じですね。皆さんどうでしょうか。まあね、ご意見いろいろとあると思いますが、もしよろしければコメントいただきたいと思います。それでは皆さん、さようなら。